服部岩吉は、大正、昭和期の日本の政治家。署名は聖太郎。なお、岩吉は、服部家の世襲の名乗りで、本校の岩吉は二代目にあたる。滋賀県久留本郡、根虫村の酒造業の家に生まれる。せぜ中学校卒業後は家業に従事していたが、28歳の時に、根虫村の依頼で同村の条約となり、その後村会議員を経て、 根性村村長に就任して5期務める。さらに、県会議員を2期務めた後に1932年の第18回衆議院議員総選挙、滋賀県全県区に立憲政友会から立候補して当選、1942年の第21回総選挙には立候補しなかったものの、次の第22回総選挙では日本自由党から当選を果たし、通算4期務めた。 1947年、滋賀県知事が公選となると、服部は公生政務次官であったが、衆議院議員を辞任して立候補して当選を果たした。当選後の服部は養殖に側近を投与したことで、非難を受けたが、その一方で、元吉と呼ばれるほどの一手つぶりと優れた政治力によって支持を受けた。 特に農林省が滋賀県に対して過大な食料教室を迫っていると主張して独自の統計調査を実施して正確なデータを提示して農林省に方針修正を認めさせたハットリ調査はよく知られている。また、滋賀県立農業短期大学の創立にも尽くした。だが、 服部が3期目を目指していた1954年の県知事選挙において政権与党であった自由党の分裂によってかつての同僚であった森幸太郎元農林大臣が日本民主党の支援を受けて立候補、選挙戦の結果森が当選して服部の参戦は阻まれた。その後1960年の第29回総選挙に無所属で出馬するが落選。 1965年、大津市の自宅で死去した。ありがとうございます。